私が今聞いとるんですよ。私に対して答弁してください。同じ質問になっておりますので。あれ一緒だったかいね。これは指定管理者制度をどのように考えているかって、私はどのように認識されとるかいや、それは内容的には一緒だと思いますが。安芸高田市は指定管理者制度を今後どのように活用しようと考えているのか伺います。今のご質問にお答えすれば、次の質問に行きます、指定管理制度について市長は指定管理制度とはどういうものだと認識されておるのか伺います。答弁を戻ります。石丸市長、なんとか整理をしていただきたかったんですが、全く同じ、しかもより丁寧な細かい具体的な形で芦田議員が本日先ほど質問をされ、執行部は答弁をしました。その通りです。議長、答弁を終わります。山本議員、芦田議員が聞いとるんじゃないんですよ。私が今聞いとるんですよ。私に対して答弁してください。山本議員に言います。芦田議員の質問と同じ質問になっておりますので、内容がそこは石丸市長が言われとるということですので、中身は変えるんならいいですけど、全く同じ質問ではいけないのではないかというふうに思います。同じになってますか。指定管理者制度についての認識を聞いとる。あれ一緒だったかいね。昨日ちょっといなかったもんで、今日ですか。今日か。一緒だったかいね。芦田議員のね、最初の5番目、2番、公共施設の管理についてというところの5番目に相当しております。市長の考えが違うようであれば、また答弁してもらってもよろしいですが。これは指定管理者制度をどのように考えているのかって、私はどのように認識されとるのかいや、それは内容的には一緒だと思いますが。申し訳ない、質問の内容を変えていただきます。内容変えて聞きます。指定管理制度というのはですね、市長、公の施設は公益の利益のために住民に対して均等に役務を提供することを目的とし、その公正な管理を確保する必要があるために、本来的には設置者たる地方公共団体が管理するべきものであります。施設の性格、設置目的によっては自ら管理する直営ですね、他の団体に管理を任せることにより、より住民福祉がさらに増進される場合がある。こういう時のために目的を効果的に達成するための必要があると認めた時に管理者制度を作ったんですよね。それは分かっとってですね。公の施設を直営では効果があまり期待できないから、民間に委託して民間のノウハウでより効果があるような運営をしていただきたいという
制度だろうと私は思うんですよ。それでなかったら直営ですればいいんだから。そういう中でちょっと この制度をだけ指定管理者に委託して今までやってきているんだけど、これのやり方についてはどのように考えておられますか。一応3番ですね。答弁を求めます。はい、石丸市長。はい、全部をよくよく慎重に聞いたつもりなんですが、やっぱり芦田議員と同じ質問だと思います。そして芦田議員の方がはるかに詳しく、かなり踏み込んで質問をされていらっしゃいました。再質問までされていらっしゃいました。なので凝縮してまとめてポイントをお伝えすると、繰り返しなんですがご容赦ください。本来指定管理者制度というものは事業の効率性を高める、それに資する存在です。ただし行政が責任を持ってしっかりと監督指導できなければ、逆にサービスの低下につながる恐れがあります。サービスの低下とはコスパの悪化です。コストが肥大化しパフォーマンスが低下する恐れがある。よって今回で言えば図書館や博物館などが先ほど議論のテーマになってましたが、それらについて逆ですけども直営化したという議論が今日の一番目にありました。答弁を終わります。はい、山本議員。まあ指定管理者制度については分かっておられると思うので、次の質問いきます。